こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回の動画では30代の男性に似合う夏服ベスト5というテーマで皆さんにですね、動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。先日ですね、40代の男性に似合う服というものをですね、ご紹介したんですが、それが結構好評でいろんな方に見ていただいたんですね。結構コメントも多くて、その中にはですね、今30代なので、30代に似合う服はどんなものなのかを知りたいという方もですね、結構多かったんですね。ということで今回の動画では僕自身もそうなんですけども30代の男性にはどんな服が似合うのかこのテーマについて深く掘り下げてお話をしていきたいなというふうに思ってます。今回もですね、なるべく皆さんに分かりやすく解説をしたいなと思ったので僕のお得意のですね、ホワイトボードに書いてきましたのでこちらを見ながらですね、解説をしていきたいなというふうに思ってます。今回ですね、年代ごとに似合う服の傾向をですね、皆さんにお伝えしたかったので、20代、30代、40代という形で、一応ですね、カテゴリーを分けているんですね。まずはですね、一番上の段から見ていきたいなと思ってるんですけども、この横軸に関してはですね、トレンドなのか定番なのか、どういったものが年代によって似合うのか、ここをですね、示しているわけなんですけども、20代を見ていただくとですね、やはりトレンド重視の服が似合いやすいんですね。これはなんとなくイメージがつくかなと思うんですけども、一方で40代ですね、前回お伝えした40代に関しては、ベーシックなものだとか、定番的なものの方が、やはりですね、似合いやすいかなと思うんですね。一方で僕たち30代の世代はどんなものが似合うのかというと、ちょうど狭間の世代なので、中間的なんですね。良くも悪くも中間的で、トレンド感のあるものも似合うのは似合うんですけども、全部がトレンド感のあるものだとちょっとやりすぎ感が出てしまうので、ややトレンドというところが一つのキーワードになるのかなと思っています。着こなしの中に定番的なものとトレンド的なものをミックスするのが似合いやすいのが30代かなというふうに思っています。そしてその下にある軸というのはですね、サイズ感なんですね。ここはトレンド重視なのか定番重視なのかによって結構変わってくるんですが、20代であればやはりですね、サイズ感が大きいビッグシルエットみたいなものがですね、似合いやすかったりするんですね。一方で結構これはスタイルによって違うんですが、めちゃくちゃタイトなスタイルというのもですね、これはこれで人気があって、極端に振ったものというのがですね、結構20代の方には似合いやすいのかなというふうに思っています。一方で40代の方に関しては、もうサイズ感はここはですね、定番的、ベーシックなものとですね、連動してるんですけども、ジャストサイズが一番ですね、しっくりきやすいかなと思っています。ここにですね、ビッグシルエットを当ててしまうと、本当にセンスのいいですね、クリエイターの方とか、アパレルの業界の方であれば、一部似合うんですけども、なかなかですね、理解もされにくいんですね。40代以降の方というのはですね、結構ジャストサイズに慣れ親しんでいる方も多いので、ここは下手にですね、冒険しすぎない方がいいかなと思っています。一方で僕たち30代世代だと、これまた中間的な、ややゆったりぐらいが僕はバランスがいいかなと思っています。あまりタイトだとかジャストサイズだと今っぽさも漂わないですし、かといって極端なビッグシルエットだとかタイトなシルエットだとこれまた雰囲気に合わないので、少しゆったりめというところが僕ら世代にはですね、すごく似合いやすいのかなというふうに思っています。そして最後3点目の軸というのはですね、価格帯なんですね。どのような価格帯の服を買えばいいのかというところも年代によって僕は変わってくるかなと思っていまして、20代であれば僕はリーズナブルな服で全く問題がないかなと思ってるんですね。それはなぜかというとトレンドを重視しているので、1年経つとだいぶですね、変化が出てくるので、ここは極端に高いものは買わずに入れ替えていくという感じがですね、いいかなと思うので、ここはリーズナブルな価格帯の方が合ってるのかなと思っています。代表的なのはまさに GU ですね。トレンド感があってリーズナブルというところで GU を軸足にしながらファッションを構成するのがやっぱり20代には合ってるのかなというふうに思っています。一方で40代になってくるとなかなかですね、 GU の雰囲気が似合いづらくなってくるかなと思うんですね。素材の質感がある程度上品な方が40代の男性には似合いやすいかなと思っています。ですので少しですね、単価を上げていって、そこそこ服に投資をした方が僕は大人っぽくて上品な雰囲気は出しやすいのかなというふうに思っています。一方で30代はどうなのかというと、ここはですね、ミックスと書いてあるんですね。価格帯はですね、安いものばかりでもなかなかフィットしないかなと思うので、ユニクロぐらいがちょうどいいかなと思っていまして、ただユニクロで全身コーディネートするよりは、ミックスが大切かなと思っているので、セレクトショップのオリジナルですね。これぐらいの価格帯とミックスをしながら作っていくと30代の男性には似合いやすいのかなというふうに思っています。このようにですね、20代と40代を比較しながら、その中間を取っていくと、結構僕ら30代に似合いやすいテイストというのが見えやすいのかなというふうに思っています。あくまでこの表というのは結構抽象的な話なので、具体的にどんなアイテムが僕たち30代の男性に似合いやすいのか、夏服に限定してこれからですね、僕が着ながら解説をしていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少しですね、中級者的なアイテムですとか、コーディネートに関しては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にですね、リンクを貼っておりますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい。ということで、ここからはですね、具体的に30代の男性に似合うアイテムを皆さんにですね、ご紹介したいなと思ってるんですが、1点目はですね、こちらのオーバーサイズの T シャツですね。僕が今着てるのは動画の中で何度もですね、解説をしています、ユニクロ U のオーバーサイズ T シャツですね。これが僕ら30代世代にはですね、鉄板で似合いやすいアイテムかなというふうに思ってます。このような無地の T シャツはですね、どの世代にも似合いやすいかなと思うんですが、20代であれば僕はですね、思い切ってサイズ感をぐっと上げてもいいかなと思ってるんですね。僕は身長164センチ、54キロのかなり小柄な体型なので、通常サイズだと S とか XS だったりするんですけども、僕が着てるものはですね、今 M サイズになるんですね。ワンサイズあえて上げてるんですね。そうすることで少しゆったりめのサイズ感というところが実現できるかなと思っています。このユニクロ U のオーバーサイズ T シャツに関しては、最初からゆとりがあるので、そのままのサイズを選んでもいいんですが、僕ら世代だと少しトレンド感があってもいいので、あえてワンサイズ上げてもいいかなと思うんですが、先ほどもちょっと触れましたが、20代であれば僕はですね、サイズをあえて2つとか3つ上げてしまってもバランスがいいのかなというふうに思っています。ただ僕ら世代がそれをやってしまうと、さすがにですね、服に着られてる感じがしてしまいますし、それをやってもですね、なかなか理解してくれる方が周りには多くないので、ちょっと浮いてしまうのかなというふうに思っています。一方で40代の男性だとなかなかですね、こういったビッグシルエットの T シャツが似合いづらかったりするので、例えばユニクロの中でももっと定番的なサイズ感の T シャツを選んだりだとか、あとは前回の動画でも解説したようなニット T シャツみたいなものを選んだ方がいいんですね。このように同じ T シャツのようなジャンルの中でも世代によって似合うものが変わってくるかなと思っています。特にこのユニクロ U の T シャツに関してはサイズ選びが肝になるかなと思うので、僕ら世代であれば通常のサイズかあえてワンサイズ上げるか、このあたりを選んでもらえばまず間違いがないかなというふうに思っています。僕は最近はですね、このネイビーが気に入ってよく着てるわけなんですが、ネイビーの中でもですね、少し明るさがあって、夏にもですね、重たすぎない色合いなので、ぜひ30代の大人の男性もですね、こちらのカラー試していただければなというふうに思っています。はい、ということで続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着てるですね、オープンカラーシャツですね。こういった半袖のシャツもですね、トレンドアイテムになっていまして、とは言ってもですね、最近はどのようなお店でも取り扱いがあるような、割とですね、定番によりつつあるトレンドアイテムなのかなというふうに思っています。こういったアイテムこそ、まさに僕ら30代世代にはですね、似合いやすいアイテムだというふうに思っています。ただですね、このアイテムというのも各世代で似合うかなと思うんですが、大きく違う点はですね、まずはサイズ感ですね。10代、20代であれば、もっとビッグシルエットに振った方がいいかなと思うんですね。その点、GU なんかで取り扱いがあるような、結構オーバーサイズ気味のものを選んだ方がですね、割と似合いやすいかなと思うんですね。一方で僕ら30代世代であれば、このようなですね、そこまで大きすぎないけども、ややゆとりがあるようなサイズ感、これぐらいがですね、理想的かなというふうに思っています。そしてもう一つですね、大切なポイントがありまして、価格帯ですね。10代、20代であれば、GU ですとか、グローバルワークですとか、ユニクロぐらいのリーズナブルな価格帯で買い揃えるのもいいかなと思うんですが、僕ら30代世代だとか、あとは40代ぐらいの世代になってくると、少し良いものもミックスした方がいいかなと思うので、僕が今着てるようなセレクトショップのオリジナルですね。今回着てるのはグリーンレーベルのですね、オープンカラーシャツ。色合いがすごく綺麗なんですね。どうしてもユニクロですとか GU だとそこまで綺麗な発色なものはですね、多くはないかなと思うんですが、それが価格帯が上がってセレクトショップのオリジナルぐらいになってくると、カラーの綺麗さというところもですね、少し差がつくかなと思うので、こういったケリーのようなですね、深いグリーン系の色なんかもですね、僕ら30代世代にはすごく似合いやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなというふうに思っています。で、僕はですね、今 S サイズを着てるんですが、もう少しトレンド感を強く出したいなという場合は、あえてワンサイズ上を選んでもいいかなと思うんですが、それ以上だとちょっとやりすぎかなと思うので、適度にゆったりというところを意識しながらですね、ぜひオープンカラーシャツも買い揃えていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今履いてるこれですね。短パン。これがですね、僕ら30代の世代だと、まだギリギリ使えるかなというアイテムだというふうに思っています。これがですね、40代になると、さすがにですね、短パン、ショートパンツはですね、カジュアルになりすぎてしまうので、なかなか似合いづらくなってくるかなと思うんですが、なんとかギリギリ許されるのが、僕ら世代なのかなと思いますので、今のうちにですね、ぜひ皆さんにもですね、短パンを存分に楽しんでいただきたいなというふうに思っています。最近はですね、短パンを使ったコーディネートというのもだいぶ一般化してきてるかなと思うんですが、やっぱりですね、賛否両論がありまして、大人の男性の短パンスタイルはですね、ちょっと苦手だなという方もいらっしゃるかなと思うんですが、やはり夏なので快適に過ごしたいという方も少なくないんですね。僕自身ですね、結構5月の後半ぐらいから短パンを履くことが多くて、快適なのでやっぱり1個あると便利かなというふうに思ってます。ただですね、僕の中ではこういった短パンというのはあくまでワンマイルウェアとして使うことが多くてですね、ちょっとおしゃれなところにお出かけしようという時にはですね、あまり履くことはないんですが、ワンマイルウェアとして着たいだとか、あとはアウトドアだとか、外遊びの時にはですね、こういったショートパンツがあると結構便利なのかなというふうに思っています。その時にですね、このすね毛問題ですね。これがですね、結構清潔感が漂わないので、必ずですね、僕は夏時期になると、すね毛をですね、最近はですね、1ミリぐらいに短くしてしまってるんですね。そうすると足を出した時にもそこまでですね、不潔な感じがしないので、個人的にはですね、すね毛は短くしちゃった方がいいのかなと思っています。先日ですね、電車に乗った時に、すごくおしゃれな男性がショートパンツを履いていたわけなんですが、すね毛がですね、結構ボーボーだったんですね。ですので、どんなにセンスが良くて、スタイルが良くて、イケメンでもですね、すね毛があるのはなかなかですね、しんどいなというふうに感じたので、そこはですね、一つのマナーとして、短パンを履くときにはですね、すね毛を短くするだとか、剃るだとか、そのあたりはですね、ぜひ皆さんも意識をしながら使っていただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目は、今僕が持っているサンダルですね。このようなカジュアルなサンダルというのもですね、やっぱり大人世代には賛否両論があるところなんですが、僕ら30代世代だったらギリギリ履いていてもですね、違和感がないかなと思うので、ぜひ30代のうちに存分にですね、サンダルも楽しんでいただければなというふうに思っています。僕が今持っているのはですね、Teva というブランドのサンダルになっていまして、ここ数年はもう定番的な位置付けになってまして、足元で少しですね、アクセントをつけるのであれば、こういった旬な雰囲気のサンダルもいいんじゃないのかなというふうに思っています。デザイン的にはシンプルなんですが、この形を見ただけでも手羽だというのがですね、わかる方が最近はだいぶ増えてきたのかなというふうに思っています。せっかくなのでちょっと履いてみたいなと思うんですが、着脱はですね、ちょっとですね、ベルトがある分少し面倒なんですね。僕はサンダルは2つ持っていまして、ビルケンシュトックのですね、アリゾナというものがあるんですけども、それはですね、サクッと履けるので、個人的にはワンマイルウェアではそちらを履くことが多いんですが、こちらのテバはですね、ちょっとこう外で思いっきり遊びたい時なんかですとか、あとは川遊びをする際にですね、履くことが多いんですけども、しっかりと足首でフォールドしてくれるので、すごくですね、歩きやすいんですね。ですので、走っても全然平気なぐらいですね、快適さがあるもので、ちょっと足首にアクセントがあったりだとか、前から見た感じもですね、だいぶ雰囲気が変わってくるかなと思うので、このような旬な雰囲気のサンダルというのもですね、僕ら世代だと楽しみやすいのかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思ってます。結構夏時期になるとですね、サイズがなくなったりするので、少し早めにですね、チェックをしておくといいのかなというふうに思っています。はい、ということで続いてラスト5点目のアイテムなんですが、僕の手元に注目していただきたいんですけども、着用しているのはですね、こういったアクセサリーになりますね。今僕はですね、一応時計もアクセサリーの一部としてカウントしたいなと思うんですが、時計と細身のバングルと、あとは指輪ですね。そしてこちらもバングルをしているわけなんですけども、夏場はですね、割とこう腕が露出することが多いので、ちょっとしたアクセント代わりにこういったアクセサリーをするのもですね、すごくいいかなと思いますし、こういったアクセサリーというものが許容されるのはギリギリ30代までかなと思っています。40代の男性がアクセサリーをですね、いくつかつけていると、どうしてもですね、不真面目というか、チャラい感じが前に出過ぎてしまうので、ギリギリですね、僕ら世代までがアクセサリーを楽しめる時期なのかなと思うので、こういったちょっとシンプルなですね、バングルですとか、あとは時計ですね、こういったものも含めて楽しんでいただければなと思っています。まあ、僕ら世代のですね、時計選びというのも結構絶妙で、まあそもそも10代、20代だとですね、あまり時計をしないという方が増えてるんですね。一方で40代世代だと結構時計というと高級なものをされる方も少なくないので、ロレックスだとかオメガだとか名前があるものをですね、一つのステータスとして持つ方も少なくないんですが、僕ら30代世代って結構時計に関してはそこまでのこだわりはないんですね。かといって何も時計がないというのもですね、ちょっとこう不便だったりするので、僕ら世代にやっぱり使いやすいのはApple Watch なのかなというふうに思っています。まあ、デザイン的にもですね、安定感があって、なおかつ機能的にも使いやすいので、こういった Apple Watch なんかを使ってもらうと、すごくですね、バランスがいいかなと思っています。あまりですね、ごついものをするよりは、僕はですね、細身の方であれば小型の40ミリぐらいがいいかなと思うので、あまりサイズ感が大きくなりすぎないことと、あとはベルトもですね、あまり凝ったものではなくて、僕はですね、ちょっとマニアックではあるんですが、本格派のですね、NATO ベルトをカスタマイズして付けてるわけなんですけども、こういったシンプルなものをですね、時計選んでもらうと僕らの世代にはいいかなと思っています。まあ、こういったアクセサリー使いですね、本当に僕ら世代がですね、ギリギリ楽しめるアイテムとして、ぜひ皆さんもご活用いただければなというふうに思っています。特に半袖の T シャツですとか、半袖のオープンカラーシャツですとか、夏場はですね、着こなしが単調になりやすいので、そういった時の一つのアクセントとして、アクセサリーというところもぜひ皆さんにもですね、お楽しみいただければなというふうに思っています。はい。ということで、今回の動画では30代の大人の男性に合うアイテムをですね、具体的に5つご紹介させていただきました。20代と40代、そして30代。このようにですね、世代ごとに似合うものは微妙に変わっていくわけですね。それを表で見ていただいて、さらにですね、具体的なアイテムにまで落とし込むことで、結構皆さんにもですね、理解していただけたのかなというふうに思っています。まあ、いきなりですね、全部のアイテムを買い揃えるのは難しいかなと思うので、コツコツ少しずつでもいいので、ぜひ皆さんの気に入ったものを買い揃えていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。